こんばんは、五十嵐レイです。今週はクラシック戦線での重要な参考レースとなる如月賞が京都競馬場で開催されます。このレースをステップに G1 ホースに上り詰める馬が多く輩出されているので、どのようなレースになるのか今後も踏まえた上でもしっかりと予想したいなと思います。このレースでは今週もみんなの馬券のコーナーがございますので、皆様の参加お待ちしております。では予想の前に、みんなの馬券コーナーのルールと内容を説明します。選べる馬は私が今から予想する4頭の馬の中からお一人様1頭に限らせていただきます。そして投票に関してはこのレースの YouTube コメント欄に馬名を書き込んでいただいてコメントしていただいたら1票とさせていただきます。 YouTube 以外のサイトからのコメントやメールによる投票などは無効となりますのでご了承ください。それから買い目は私が選んだ本命馬は単勝馬券で購入で、対抗以下の馬は副賞馬券で購入とさせていただきます。それでは今から予想に移りたいと思いますので今週もよろしくお願いします。では今回本命に選んだのは里のアーサーです。2戦2勝で勝ち上がってきたディープインパクト3区の馬、デビュー戦は3着馬と5馬身差で鈴鹿フロンティアと同着の1着で、前走のシクラメン賞では3馬身半突き放して上がり最速の32秒7での1着とクラシックホースへの期待が持てるようなレース内容でした。今回のメンバーでも能力と素質の部分では抜けた存在だと思います。人気を集めるとは思いますが馬券的に見ても外せないと見て本命に選びました。どのような素足を披露してくれるのかが楽しみです。続いてはアメリカズカップです。マンハッタンカフェ3区の馬、前々の競馬でロングスパートが使えるのが魅力の馬です。前走の朝日杯フューチュリティステークスでは9着に敗れてしまいましたが、仕掛けるタイミングが少し遅かったのが敗因の要素として考えられるので、今の京都の馬場状態なら巻き返しに期待できそうです。また今回は1ハロン延長となるのもプラス材料だと思います。そしてダンビュライトです。サウジアラビアロイヤルカップを2着に好走したルーラーシップ3区の馬、距離適正の部分で懸念する点があるので今回は3番手評価にしてしまったんですけども、能力的には通用してもおかしくない素質を持ち合わせた馬だと思います。前走の朝日杯フューチュリティステークスでは大敗してしまいましたが、まだ軽視するには早い一頭です。それからムーブザワールドです。トースポ2歳ステークスを3着に好走したディープインパクト3区の馬、ディープインパクト3区らしい差し足が魅力の馬なのですが、里のアーサーほどの瞬発力はないので早めの仕掛けが今回は求められますが、展開がハマれば可能性のある一頭です。今回の馬女スタジオからの予想は以上の4頭の中から馬単の軸馬に本命の里のアーサーを選びました。そして相手が3頭の合計3点で的中を狙いたいと思います。でみんなの馬券はこの4頭の中から選んでいただければと思います。どの馬がクラシック戦線に上り詰めていくのか楽しみな一戦となりそうです。いつもみんなの馬券のコーナーにコメントしていただいている皆様ありがとうございます。解説がついたコメントなどは私も読ませていただいてすごく勉強になるなと思っています。私ももっと競馬を勉強して皆様の参考になるような予想をお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
今週は東京新聞杯の予想動画も配信しておりますので、お時間がございましたらぜひそちらもご覧いただけたら嬉しいです。それから今週も皆様のチャンネル登録お待ちしております。ではまた来週お会いしましょう。